ジョン・パー・キンソンは、イギリスの偉大な薬剤師であり、植物学者、博物学者、造園家である。若年期をヨークシャーで過ごし、14歳の時に見習い薬剤師になるため、ロンドンに移住した。順調に出世の階段を上り、ジェームズ一世の薬剤師となり、チャールズ一世にも仕えて、王室主席植物学者の称号を与えられた。 1617年から1622年まで薬剤師名誉協会の創立メンバーであり、1618年にはロンドン薬局方を出版する委員会に所属していた。庭師、旅行家、収集家として有名なジョントラデスカンとフランドルの植物学者、マティアス・デ・ロベルの親しい友人だった。植物の正確な幸い法が書かれた美しい演芸書。 パラジシ・インソール・パラディース・ストレストラス、当時の英語の本奏書としては、最も完全で美しいと言われるテイトルーム・ベタ・ニコム、という、二つの重要な著作で知られている。またパーキンソンは、優れた造園家としても、有名だった。プラントハンターを援助して、海外の珍しい植物を収集し、現在のトラファルガー広場の近く、コベントガーデンのロングエーカーに、 広大な個人庭園を作った。その庭園には、イギリスや大陸の植物学者、薬剤師、植物栽培の達人たちが集まり、親しく交流した。イギリスの本草学の時代の最後の人物であり、彼以降本草書の重要性は、薄れ、植物学が発展した。日の当たる楽園、地上の楽園、クリストファー・スウィッツァーによる扉へ、 楽園に暮らすアダムとイブの姿が描かれ、彼らの後ろの川のそばに羊の入った実がなる伝説の植物バルメッツが生えている。1629年出版。第1部、花園、第2部、菜園、第3部、果樹園という構成の園芸書。庭園設計や土作り、種まき、育て方などの具体的なガーデニングノウハウと、 約800の植物図版が掲載されている。美しい植物が多く取り上げられ、中世の菜園の実用主義や医術、治療だけを目的とした、それまでの演芸書とは大きく異なる内容となっている。図版のいくつかは、ドイツ人画家、クリストファー・スーイッツァーによるオリジナルの基本画で、他の図版は、マティアス・デロベル、カロルス・クルシウス、 オランダのホリバン職人クリスピン・ファンド・パスの花の園の図版をコピーしたものである。チャールズ一世の王妃ヘンリエッタ・マリアに捧げられた。薬用植物についての第四部を構想してたが、それは後にテイトルームベタ・ニコムとして独立した本となった。1633年に出版されたジョン・ジェラード・ザ・ハーボール・オア・ジェンレル・イストリエ・オブ・プランテ・トマース・ジョンソン・海底版の人気を受け、 出版を遅らせて1640年に出版された。医学的な色が強い。1688ページに及ぶ体調で多くの先行研究が取り入れられ、友人の植物学者マティアス・デ・ロベルの未発表研究も含まれている。それまで帰り見られることのなかったイギリスの身近な植物から海外のものまで3800種以上の植物が掲載された。 トーマス・ジョンソンが改訂したザ・ハーボールをアジェンデル・イストリエ・オブ・プランテうよりも幾分進歩しているが用いられた体系はマティアスでロベルのものより劣っていた。薬剤師のための信頼できるガイドとして書かれ、彼の死後100年以上その役目を果たした。パーキンソンはこの著書をチャールズ一世に捧げ、無報酬の名誉称号、王室主席植物学者を与えられた。た。 アメリカに移住したイギリス人たちは、ジョン・ジェラードの本草書や本書を傾向し、薬用植物の栽培に大いに役立てた。ジョン・パーキンソンは、植物の学名で命名者を示す場合に、ジョン・パーキンソンを示すのに使われる。A.B. リチャードソン、ティム、ジュベスト・クリスマス・リーズ、ネイチャーズ・アルケミスト、ジョン・パーキンソン、アーバリスト2・チャールズ・アイバイ、アンナ・パーキンソン、 ザ・デイリーテレグラフ、g p g 5 a b イギリス庭園の文化史、中山治大週刊書店メディコラムコリージリランドネンシスカレッジ・オブ・フィジシャンズ・オブ・ロンドン。AB, 薬学薬局の社会活動史、ジョージ・ウルダング・チョ、清水・フジタロウ・ナム・サンドウ1973年、クレオパトラマイシタ・ハーブの物語魅惑の構想と、人間の5000年。 長岡治さ PHP 研究所 ABC アーバー 1990P112 アーバー1990ピアニッシモ112から113アーバー 1990P110 アーバー 1990P111 ありがとうございます